こんにちは、クリッカートミーです。東京ビッグサイトで開催された運輸交通システムエキスポ2018にて気になるシステムを発見しました。沖のフライングビューです。これは車両の前後左右4箇所に装着したカメラを使って客観映像をリアルタイムで合成、まるでドローンで上空から撮影しているような画像をリアルタイムで得ることができるシステム。視点も自由に変更することができます。駐車の際などに車両の真上から見た視点を得ることができるシステムなどはすでに実用化されていますが、ゲームグランツーリスモのリプレイ映像のような見た目はとても新鮮です。このシステムは車両積載状態で運転者や同乗者が使用するというよりも、クラウドサービスを利用し離れた地点で映像を見るという使い方が主目的です。用途としては F1 のマシンなどに装着し、視聴者が自由に自分のタブレットなどを使って視点変更しながら観戦したり、海外を走る観光バスにセットしたものを遠く離れた日本の家で操作することでバーチャル観光をするなどが想定されます。その他、建築機械などを周辺の状況を確認しながら操作する際などにも使うことができます。